テニスラジの白川です。今日はですね、コーディネーション能力から見る上達している人の特徴3選を挙げてみたいと思います。テニスが上手な人は大体この3つを押さえてるというふうに思っていただければ結構だと思います。今回の内容はジュニアだけではなく一般の方にも分かるように作成していますので参考にしてみてください。最後にテニスの上達を決める7つのコーディネーションについても説明していますので、最後までご覧いただくと皆さんの上達するポイントっていうのが見えてくるかもしれません。ではテニスの上達を決めている能力の一つ、第3位、リズム能力です。すごい動きですね。リズム能力というとタンタンタン、はいとか言って、テニスコートの上でコーンとかを置いてタン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 とかボールとの距離をリズミカルに調整していく能力のように思われますが、それは体の外のリズムなんですね。実は中のリズムがあります。体が自分の思う通りに動いているかという能力なんですね。リズム能力はモノマネがうまいと言われる能力の一つで、見たものをそのまま忠実に表現する能力があります。まず体の骨と骨が自分の思う通りに動いてるか、腕を上げるにしてもまず上腕骨が上がり肩甲骨が上がっていくという骨の順序があります。また背骨に関しても骨盤が立てば上体も立つという風に骨のリズムがあります。このリズムがきちんとできてる人っていうのは綺麗な打ち方になるんですね。で、体の骨という骨、自在にそのパーツを操ることができるようになるんですね。自在に骨と骨が動くようになると、コーディネーション能力の中の連結能力とも連携して動きを良くすることができます。連結能力とは、筋肉と筋肉の動きを伝える働きを効率化する能力のことです。運動連鎖とか、キネティックチェーンとか呼ばれてます。これもリズム能力の上に成り立ってるんですよね。そして、いい動きを作った後に、いい体幹力をつけると、非常に素晴らしい動きになります。ただ、話はそれますが、体幹トレーニングについてお話をさせてください。皆さんこんなトレーニングやってませんか？プランクってやつですね。この動きテニスにないんですよ。ちなみにこのトレーニングが悪いとは言ってません。きちんとトレーナーがついて計画を立ててやるのであれば非常にいいと思います。ただ多くが結構ちっちゃい子にこれをいっぱいさせちゃうんですよね。するとどうなるかっていうと、悪いわけじゃないんですが、コーチの立場からするといい動きを作ることができないし、本来リズム能力とか連結能力って動きなので、その能力を活かすことができないんです。なのでリズム能力とか連結能力を活かすのであれば、動的な体幹トレーニングをやっていただいた方がいいと思います。これは一回トレーナーの方とご相談していただければいいと思います。一回例を出しますね。これは簡単でしょ、ね、でゆっくりゴロンといかない、これダメよ、ゴロンいかない、ゆっくりずーっとで、行きたいのを止めながら回す。行きたいので、こっちに手足を伸ばしていってゴロンと行かないでパーで、またゆっくりお腹だけで、で手地面に手足をつけないで、ゴロンと行かないでグーで、それまた反対、ずーっとゴロンと行かないでグッ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 、コーチの立場からすれば、せっかくリズム能力とか柔らかい動きを作ってきたのに、それであればそれをうまく活かす体幹トレーニングをした方が、実際オンコートで応用として使えるものがたくさんできてくるんですよね。そしてかなりのリズム、連結能力、そして体幹力がついてくると、スピード体幹トレーニングみたいなのができますね。あ、間違えた。まだ9秒だよ。こういう動
動きができると、テニスの動きがね、すごいクイックな動きができます。で、テニスの場合は、動くことと動きを止めることが共存しながら動いているので、固めるのではなく、こういうまず動き作りを行ってから、部分部分鍛えるのであれば、プランクとか、そういうのが必要じゃないかなと思います。リズム能力からかなり話がそれましたが、どうしてもこの部分を逃すと、せっかくいいリズムをつけても、動きが損なわれてしまう原因にもなりますので、体幹トレーニングについて伝えさせていただきました。多くが体幹トレーニングというと、体がブレるのを止めるためという風に対策で考えられてますが、この場合、コアトレとしてピラティスがいいかもしれません。一度、体の構造や運動について勉強したい方も、わかりやすい情報を紹介してあります。概要欄に出しておきますので、ググってください。当クラブでは、内田海地プロを指導していた理学療法士、伊達公子選手を指導していたトレーナー、その他柔道整復師のトレーナーが週4日間詰めて連携しながらトレーニングメニューを組んでくれてました。そこで言えることは、いいリズムを維持するためには、体幹はまずコアで体の安定を作り、アウターはしっかり動かすようにしようという話で、リズム能力などの動き作りを行った後に動的な体幹を中心に行っています。特別な時にプランクとかをやる場合もありますので、決して悪いわけじゃないんですよ。ではコーディネーションから見るテニスの上達を決めるポイント、第2位、定位能力です。定位能力とはボールとの距離感ですね。空間認知と言われています。これは視覚情報、目から見た情報を中心に整理されているんですね。例えば皆さんのこの周りに何があるかもう覚えてますよね。例えば初めて行った公園行っても、駐車場があっちにあるとか、あそこに時計があったとかね、覚えてますよね。その空間の位置に自分がどこに立ってるかも覚えてると思います。こういうのを空間認知って言うんですね。なのでテニスコートに立っても、テニスコートの位置のどこに立ってるかっていうのも覚えてるはずです。ちなみにダブルスなんかでも自分のペアの位置というのも全員に立っててもわかるはずなんです。ところが定位能力がない人だと、自分のペアの位置も全く見失ってわかんなくなってしまうということになりますね。なので空間全体的なレーダーが空間認知ということです。またボールとの距離感ですね。近づいていて近づきすぎとか遠すぎとか、ここが合わないっていう方は定位能力がずれてるということですね。ポーチなんかもそうです。飛んでくるボールに対してどれぐらいスピードに出ていけばいいのかっていう距離感ですね。これも定位能力になります。つまりリズム能力がいくら、なんで定位能力を2位にしたかというと、いくらリズム能力が良くても、私のフォームは世界一美しいという人がいたとしても綺麗なフォームで空振りしちゃうんですね。つまり棒の距離に行けない、自分がどこに立ってるかわからない、そういう方は間違いなく定位能力が欠落しているということですね。なのでボール打つ時のガシャ当たり、これもほぼほぼ定位能力とも関係あります。飛んでくるボールに対してラケット面のスイートスポットの終着点がどこにあるかという距離感がわからないんですね。ちなみに話は変わりますが、定位能力がない人はバスケットボールとかサッカーも無理です。定位能力がある人は自分の周りのどこに敵がいて、そして味方がいてもわかります。でもそれがない人は自分がパスしたら敵に渡しちゃうとかね、私よくやったんですけど、そういう部分も定位能力になります。距離感全体のことなんですね。なのでボールへの入り方、タイミング、すべてずれることがありますので、コーディネーショントレーニングの中の定位能力をしっかりやっていただければ上手になるかもしれません。あまり運動していない一般の方なんか、特に定位能力ができなくて、ボールとの距離が合わなくて、そしてコントロールできていないという人が結構いるのかもしれません。そういう方はコーディネーショントレーニングの情報も載っけときますので、一回自分で調べてググってみてください。ではコーディネーション能力による上達の第1位、識別能力です。識別能力とは、目と手の協調性と言います。なので、ボールコントロールがいい人っていうのは、識別能力なんですね。ボールをうまく扱う、ラケットを扱う能力に長けているということなんです。なので、まず目で見て、どれぐらいの距離に、どれぐらいの力で打てばいいかとか、力具合の入れ具合、軌道の作り方、そういうことを視覚情報をもとに調整していくんですね。必ず人間の体にはズレがありますが、そのズレも修正していこうとする能力ですので、ミスが少ないんです。なのでミスが多い人というのは、目で見て手を調整するということがほぼできていないので、識別能力に問題があると思います。なのでこれもリズム能力が良くて非常に綺麗なフォームだったとしても、綺麗なフォームでボールはボゴン、どこ飛ぶか分かんないという形になります。また識別能力があると、距離が合わなくてもクナになってもですね、うーっとクナになってもうまくピッピ
きっとコントロールすることができるんですね。なので定員能力が多少悪くてもガシャ当たりしてもなんか器用に調節するということができる能力も識別能力です。なのでよくありませんか、打ち方こんなになってんのに絶対試合勝つ人ね。あれはボールの扱いが非常にうまいんですね。で逆に言えば綺麗なフォームでスパーンと打ってすごく技術全部できてるのに勝てない、ミスが多いという人は最後のこのボールの扱い識別能力がないということです。なので上手だね、でもミス多いね、勝てないねという方は識別能力に問題があります。これに関してもコーディネーション能力の問題ですので、概要欄にコーディネーション能力で調べてどういう状況なのかを知っていただく方がいいと思います。決して自分のフォームが悪いとかどこそこの動きが悪いから当たらない、コントロールが悪いという問題ではないはずなんです。だってくねなって打ってる人でもミスなく打ってる人もいますし、くねなって打ってでもボコンボコンって速いボール力任せで打つ人いますよね。正直リズム能力はなくて定員能力も怪しいけど識別能力だけで勝ってるという人は一般の中にはたくさんいるんですね。でもそれでは選手にはなれませんので、ジュニアの方はしっかりリズム能力、定位能力、識別能力を鍛えてください。では簡単に7つのコーディネーションについて説明したいと思います。7つのコーディネーションについてテニス向きに説明していきます。これねテニス向きの順番あるんですよね。まず反応能力、パッとこう反応するってそれだけの問題じゃないんですね。脳をいかに集中させるかという部分になってくるので、実はこれ動体視力とか影響するんですよね。今回は割愛しますが動体視力などにも影響します。次バランス能力ですね。平均で上手にここ立ってる、そういうバランスだけではなくてですね、どういうものかっていうと体を支えてる、例えば片足だったら足の裏のこの幅、これを支持面って言いますね。この中に体の重心を留めようとする能力のことですね。あらゆる動作の中でこのバランスが保てているということは体の土台を作ってますので非常に重要な要素でもあります。ここも詳しくは割愛させてください。リズム能力、これは今日説明した内容です。連結能力、これもリズム能力とも関係あるんですが、体の筋肉と筋肉の連結ですね、力がうまく伝わっていく運動連鎖とキネティックチェーンとか言われてる部分になります。しっかりとしたパワーを出すには必要な能力ですね。次定位能力、これは今日紹介させていただきました。次が識別能力、これも今日紹介させていただきましたね。最後変換能力、左右振られた時にパッパッとこう動ける力のことですね。結構脚力とかそれから見ての反応能力とも関係している内容になります。以上7つがあるんですが、自分のテニスのプレーを見た場合この7つに当てはめて何が良くて何が抜けてるのかを見てください。そうすると解決法というのが見えてきます。皆さんどうしても打ち方とかそっちの技術に意識いっちゃいがちなんですよね。だから綺麗な打ち方とか形に走っちゃうケースが非常に多いんです。なので綺麗に打ってるのに全然ボールが入らない、勝てない、ところが変な打ち方なのに強い人がいるというのはコーディネーションから調べていくとよくわかります。概要欄にコーディネーションのことも載せておきますのでぜひ調べてみてください。いろいろ皆さんぶつかってる壁があるかもしれません。でもこのコーディネーションという項目から調べていくと結構解決できますよ。悩むことも多いかもしれません。これからも諦めずに取り組んでいきましょう。ということで皆さん頑張ってください。